ここにケーブルクランプがついてて、まああれば便利。ショックマット、ね、結構グラグラ動きます。グラグラと違う。マイクロフォン自体もここでこういう仕組みになってるので、向こう側にウィンドシールドをちょっとかぶせて、片手じゃ難しい。ここに切れ込みがあるんで、これを合わせてこっちへ入れてやると。さて、今日は結構風があるので、このウィンドスクリーンの効果はどれだけあるか。どうかな。アジャストはこれを、まあ、ここは緩めてる状態で、これをキューッとこうやってピッと離すと、これ6歳、まあ、この状態で上下こんな感じで、今フリーの状態。カメラが傾いて、一人で撮るのは難しい。横方向もこんな感じで、ね、今フリーの状態だと思う。でこれで構図を決めておいて、これも動くかね、これも一応動くんで、これでまあ構図を決めて、さあここをロック、すればいいわけです。ちょっとまだ決まってないんで、この状態です。ライブビュー映ってますね。ああ、ちょっと左こんな感じで、フォーカスはもうちょっとこっちかな。合わせてみますか。合っちゃいました。ちゃんと映ってるかね、これ。明るすぎて映るの。光る。どうだ。今からフォーカス合わせします。で、7線のフォーカスを合わせる。果たして合いましたでしょうか。